じゃあどうもこんにちは。この4月、はい、成田の方の喧嘩、はい、太鼓祭りにですね、はいはい、お越しいただいてありがとうございます。はい、帰ってお世話になりました。ネットの演奏をしていただいて、ありがとうございます。で今回、まあ、それ以来、ということになります。はい、まあ、振り返ってみて、震災から2年5ヶ月になりますね。はいはいはい、で確かに、参りますと、工事の土音は高いと。また今回で、ということで、喧嘩の方のご縁で、再度、はい、こちらに参加できました。というのとしても嬉しく思います。はい、ありがとうございます。元気でした。はい、元気で、はい、はい。なぜ子供たちがやりたがるんでね。だから、出汁を作るのは大変で、人手がいるんですが、まあ、なんとかそれも、ね、1台でもいいからやっていきたいとは思ってるんですが、とりあえずは、太鼓をどんどん教えて、で、ここに住んでそれをやっていくんだという子供をなんとか育てたいなと、体力をつけさせて、はい、ご覧になるだけじゃつまらない。必ずやっぱり参加して、ロープを引いていただいて、なんぼのお祭りでございます。引いていただいた方にはちゃんとお土産が用意してる。手の中に豆ができるはずで、豆持って帰ってください。思い出になりますよ。構えて、よーい、そのね、喧嘩七夕非常に思い入れがあって、ようやくまた今年もね、喧嘩することができて非常に嬉しいなと思います。おかげで子どもたちもですね、みんな元気に生活してます。ただね、町の状態がまだまだなので、これからね、この子どもたちが元気な町を作ってくれればなと思っています。本当に今日は嬉しいです。ありがとうございます。